58年前の一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審やり直しの裁判で先月26日静岡地裁は捜査機関による証拠の3つの捏造を認め袴田さんに無罪判決を言い渡しました検察の控訴期限が3日後に迫る中袴田さんの弁護団はきょう東京高検を訪れ控訴しないように求める申し入れ書を提出しました 弁護団は、静岡地裁における公判で、十分に主張・立証が尽くされていて、控訴審で新たに審理するやむを得ない自由は存在しないことなどから、検察に対し、控訴する権限を速やかに破棄するよう求めています。 判決後、静岡地検は控訴について上級庁と協議すると話していますが、今日、東京高検は証拠に基づき判断すると述べるにとどまり、明確な回答は得られなかったということです。その後の会見で、弁護団の小川秀夫弁護士は、検察官が中身はなかなかあの率直な話はあのおっしゃって るといいうところまではかかかなかったかもわれわれども我々としては袴田、えー、さんの,あの状況もあの考慮して控訴はあのされないんではないかという感触くらいはあの受けたなということを言っていいかなというふうに思います。今週木曜日までに検察が控訴しなければ袴田さんの無罪が確定します。